ベルティ、ここを使う。狭いところでも狙いを持って戻して外に出モーションだけ左足で広げる中本が世界の半分が勝つだった。コインテジュンキ13点目。いやすごい粘り強い崩しでしたね。往年のバルセロナのような、まあ、この山下のパスの選択も見事でしたし、ここから右サイドから佐藤経由で逆サイド展開していくわけですよね。ここから逆サイドで、ここから3人目の動きでフリーになる。いや見事な崩しでした。一度まあ松本からするとベルディの先ほどまで蹴っていた佐藤経由は下がりました。はい、ボールだ。いやドンピシャー、岡本先生。見事なヘディング、次の1点東京メンディ。アウトスイング、ゴールから逃げてくれたボールで、それでまあ1人だけ自分のタイミングで止めましたし、まあ、競ってるディフェンスと、これも先ほどの若さ同様、ちょっと胸ぐらい。